車作りに挑む学生たち第19回学生フォーミュラ日本大会2021。今回は2021年大会にエントリーしたチームをご紹介します。なお今回ご紹介するチーム映像は動的審査の中止アナウンス前のものとなります。2021年大会はオンラインでの静的審査のみで完結することが決定いたしました。神奈川工科大学。私たちは神奈川工科大学学生フォーミュラー EV プロジェクトカイトレーシングです。第1回目の日本大会である2003年から2011年までは ICV で国内外において広く活躍をしておりました。現在は EV へ挑戦し、再び結果を残せるようチーム30人が一丸となって作業に取り組んでおります。昨年度は機械・電気車検ともにクリアしたものの、ブレーキ審査が通らず車検失格により大変悔しい思いをしました。今年度は軽量化をコンセプトに掲げて、車検合格はもちろんのこと、最軽量賞の獲得とアクセラレーション優勝を目指しております。頑張るぞ。北海道大学。フォーミュラ SAE 北海道チームです。今年のチームは新入生を含め実働15名程度で活動しており、若い力や潜在力が特色です。北大の今年度マシン FH15 のマシンコンセプトは旋回性の向上です。旋回性の向上を果たしたマシンで、スキットパッドや中低速コーナーが品質のオートクロス、エンデュランスでの好タイムを目指し、目標順位は総合10位を掲げています。この2年間大会から遠ざかってはいましたが、着実に成長してきたという証を結果で示したいと思います。日本自動車大学校。日本自動車大学校フォーミュラーファクトリーナッツチームリーダーの清水です。我々フォーミュラーファクトリーナッツはサスペンション班、エンジン班、フレーム班、エアロ班、マネジメント班、ドライバー班の6班に分かれ、合計29名で活動しております。本年度はメインコンセプトをモアスピードと掲げ、さらなる速さを求め軽量化を進めています。ホイールの10インチ化をはじめ、さまざまなパーツの軽量化を進め、優勝を目指して頑張っております。富山大学。富山大学フォーミュラプロジェクトは、ものづくりを通して学生生活だけではなく、社会に出てからも活躍できる技術力や知識力、行動力を持ったエンジニアの人材育成を目的としています。2021年度のマシンコンセプトはツバメ。ツバメが内包するイメージのコンパクト、身軽、クイックなどを踏まえて、操縦安定性の向上を目指して名付けました。一つ一つの課題を明確にし、具体的な目標数値をつけ、フォーミュラカーと向き合う日々を送っています。ゼロから作り上げるマシンに愛情を注ぎ、大会に向けて日々努力し、上位の成績を目指します。次回も2021年度大会にエントリーしたチームをご紹介します。お楽しみに。トヨタ自動車はもっといい車作りに邁進する仲間の一人として、汗を流す学生の皆さんを応援しています。トヨタが大切にしている行動指針に、好奇心で動く、技能を磨く、改善を続けるといったものがあります。これらはまさに皆さんが活動を通じて学ばれていることと同じです。そんな同じ価値観を育んだ学生の皆さんの大会でのご活躍を楽しみにしています。
日産自動車は学生フォーミュラ大会を応援しています。皆さんと一緒に汗をかき涙を分かち合い、全力で応援させていただきます。日産自動車は EV 参加のチームに戦闘力のあるモーターとインバーターを無償提供いたします。また基礎から応用までさまざまなレベルのオンライン講座も準備し、技術指導のみの支援も行います。自動車技術会経由でのご連絡をお待ちしています。ホンダは学生フォーミュラで頑張るすべての学生の皆さんを心から応援しております。コロナ禍のもと大変な毎日が続いているでしょうが、頑張り続けた今までの努力はいつの日か結実するものと信じています。皆さんのさらなる奮起に大いに期待しております。